しばしの元を離れた商会は己の野心のために洛陽で放棄、義弟宗謀に禅譲を迫ろうと企てるも芝居らに鎮圧された。商会はその後しばしに罰せられるも将として留め置かれる。一方呉の攻略を任された芝将は呪春から呉の領地へと進攻、長年せめぎ合った揚州を半年で制すと建業へと軍を進めていた。この頃孫吾では権力をめぐっての暗闘が発生。第二代皇帝孫亮が追われ、その兄孫休が帝位についていた。兄弟で争う孫吾、対して兄を支え共に進むことを喜ぶ芝将。だが大元気は正宮ともいえる二面展開に違和感を覚えていた。芝氏の真意はそれを確かめるため、まずは眼前の敵を倒す。芝将、大元気、荷重、諸葛丹が建業に呉との私有を決する。戦の真実を見抜く、それが私の役目。やれやれ、兄上も人使いが荒いよな。自分が生徒を攻略している間に剣業を脅してこいなんて。さすがしばし殿、お前の使い方をよくご存知だ。お前は無理を押し付けられてようやく本気を出すのだ。いいでな、めんどくせえ。でも確かにこれまでこんな二面同士での進軍はなかった。資源殿にしては随分と請求。もしかすると心配性だな。元気はていうか俺にはそういう気遣いちっともないよな。ずるいよな、兄上ばっかりで。別にそういうつもりじゃ。まもなくここで準備のほどはいかがですか。ああいいぜ。兄上はやっぱりすごい。もう生徒を制圧したそうだ。ま俺もほどほどに頑張るか。後でおこごと食らいたくないしな。おこごとって資源殿の、それとも私の。ああいや、その軽口もほどほどにすることね。元気、お前さっきのことを根に持ってるだろう。しばし殿もよくお分かりだ。市場はこき使ってこそ価値がある。この後の戦線を任されたのは大きい。市場を成長させるいい機会だ。芝将殿、少しお代わりに。だらしない言動の中にも芯があるような。にわかには信じがたいが、やはり芝氏殿の弟君ということか。さてと、そろそろ出発の時間ね。はっ。この戦いで呉を討つ。勝って兄上の天下を引き寄せようぜ。敵には二面から当たる。俺たちは西、元気たちは南から攻めるぞ。何かある。その懸念分からんで。この戦俺もやや気になるところがある。あの島何か様子がないし、何かこう静かすぎるような。このような空気が近づかないのに
脆弱な集団に俺たちだってこのまま引き下がりたくねえ。それで最後に一心報いてやる。決心はある。私の役目果たさなくては。よし、これで残るは孫九だけだ。奴を倒し決着をつけるぞ。私は五の命運を背負っている。ここで倒れるわけにはいかんのだ。行かぬ。
不甲斐ない陣を許してくれ。ドア、ここに滅ぼした。三国成立からの長き因縁もこれまでだ。よし、俺たちの役目は果たした。皆のおかげだ。ありがとな。